これは、カモのように見え、カモのように泳ぎ、カモのように鳴く。したがって、これは多分カモである。ダックテストとは、アメリカ合衆国やイギリスでよく見られる、アナロジーの一つである。特に、イギリスにおいては、英国規格ダックテストと、あたかも国の標準規格であるかのようにも呼ばれる。ダックテストは、以下のように説明される。ある鳥がカモのように見え、カモのように泳ぎ、 カモのように鳴くならば、それは多分カモである。ダックテストは、機能法の一種である。あるものが認識可能な事象から未知のものの真の姿を押し量ることができるというものである。このテストは、物事は見える通りのものでないこともあり得るとする深遠な議論への反論としても用いられる。起源については、定説はないが、有力な説は2説ある。 一つは1964年に、リチャード・カーディナル・クッシングが、フィデル・カストロのことを参考にしてこの言葉を用いたと、する説である。もう一つは、冷戦構造下の1950年、アメリカ合衆国の中グアテマラ大使、リチャード・カニングハム・パターソン・ジュニアが、グアテマラ大統領、ハコボ・アルベンス・スグスマンを共産主義に転じたとして、告訴した際に用いたとする説である。 後者の説では、パターソンは以下のように推論を行ったという。農場のそばを歩いている鳥を見たとしよう。鳥は、カモという名札をつけてはいない。しかし、鳥は確かにカモのように見える。また、その鳥は池に入り、カモのように泳ぐ。そこでその鳥はくちばしを開き、カモのように鳴く。ここまで来れば、 鳥が名札をつけていようがいなかろうが、その鳥がカモであるという結論にはとっくに達したであろう。つまり、パターソンやその他アメリカ当局職員は、アルベンス政権の多くの特徴は、革命的改革の実行を示すものであると断定したのである。彼らの所見では、アルベンス政権による反対派メディアの検閲、民間投資よりも公共投資を重視する姿勢。 政府主導の農地改革、判定国主義的な方策、労働組合の合法化など、民主的改革などが共産主義化に相当するとされたのである。ダックテストという用語は未知のものをその特徴から推察するプロセスとして、アメリカ合衆国では現在でも、特にエンドユーザーコンピューティングの一形態としてよく使われる。また、このテストはしばしば悪とされるものを識別し、 懲罰を決定するにあたっての機能法の使用を正当化するために用いられる。ありがとうございます。